えばおそらくこのステージで最高の試合になるでしょう。スタジアムはすでに大変な盛り上がりを見せています。皆さんこんにちは。今日の実況は私西岡明彦、解説席には福西崇史さんをお迎えしてお送りします。福西さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はあいにくの雪というコンディションです。これが試合にどう影響を及ぼすんでしょうか。そろそろ試合が始まります。今日はついに監督が新加入のミッドフィルダーをピッチに送り出します。今回の移籍市場で獲得した選手です。福西さん、どんなプレーを見せてくれるのか注目ですね。はい、新天地のデビュー戦、ぜひとも勝利に貢献したいでしょうね。ライバル同士が顔を合わせるこの一戦、ダービーマッチだけに激しい試合展開が予想されます。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。どうやら攻撃的な 4-5-1 ですね。チャンスに人数をかけて攻撃できるかどうかがポイントになります。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください、攻撃的な 3-4-3 ですね。攻撃力が高いシステムですので爆発力がありますよ。ヘルタベルリンのキックオフです。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。ちょっと超えてしまいましたね。ギリギリでした。これを繰り返しやっていけばチャンスになりそうです。目の前にスペースがあるようです。サイドからのチャンス狙ってきたぞ。ファールを取りません。流しましたか。シュートを狙う。スルーパスが味方に通る。これはスルーパスが強いか。打った。最初から試合が動きそうでしたが得点も決められません。まだ序盤ですがチャンスは確実に決めたいですね。これは残念。ボールを手放してしまいました。いいクロスが中に入った。コーナーからゲームは再開です。中に入れた。コーナーはディフェンダーを越えません。うまく読んだインターセプト。プレッシャーをかけられます。いい形でゴール前まで持ってきました。ガラ、ここは有効なプレス。マイボールのスローインにしました。アムル・ワルダ、
気は抜けない展開です。入れば1点リード。素晴らしいボールです。ポストに当たってゴール。ポストに当たったボールは無情にもゴールへ。今のシュートはいかがでしたか。一瞬跳ね返ると思いましたが、最高のコースを狙いましたね。リードを奪ってチーム全体に余裕があります。監督の表情も少し緩んだ気がします。外に出てゴールキックです。ここは突破を狙う。アムルワルダー、クロスバーの少し上に飛びました。ゴールならず。簡単にボールを渡してしまった。スペースへのボール、クロスがディフェンダーに当たりました。これはガライがクリアし、味方を崩します。これは見事なインターセプト。最高のタイミングでタックルに入りました。よく止めましたね。これはもったいない。ボールを失いました。ここで攻守が入れ替わります。さあどう来るのか。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。このゴールですが、余裕のない中でも冷静でしたね。そうですね、持ち帰る余裕がなかったんですけど正確でした。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。トム・ロギッチ、このパスはまっすぐ相手に渡ります。激しすぎるタックルでした。退場になってもおかしくありません。レッドカード、退場です。選手が退場します。この後の戦いが苦しくなりますね。選手を入れ替えてくるかもしれません。このパスはダメでした。スペースに見事なスルーパス、狙ってきたぞ。このシュートはディフェンスに止められます。ここはキーパーが素早く出ました。ボールをキャッチしています。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは2対0。ゲームはハーフタイムに。後半がキックオフになりました。オリンピアスタディオンでは席を立っていたファンが戻ろうとしています。マグワイア、ボールを失った。フィールドの中盤でボールを奪いました。エゼキエル・ガライ、トム・ロギッチ、前半のうちに素晴らしい活躍を見せています。チームに溶け込めそうですね。ゴールも決めていますし調子が良さそうですね。このまま後半もいけるかどうかがポイントでしょうか。トム・ロギッチ、
ここで勢いが止まってしまいました。折り返せるか。内側に切り込みます。このミスは痛い。相手にパスを出しました。走り込んだ味方にスルーパス。通ればチャンス。マグワイヤー、ここは相手のコーナーキックになります。さあ動いてきました。流れを引き寄せたい。コーナーからエリア内へ。ノッツダ・ガクト、このシュートは外れます。ここはサイドに持ち出すでしょうか。これはまずい。ここでラインを割ってゴールキックに変わります。スポーツ系のウェブサイトでニュースが流れています。パリ・サンジェルマンが新しい選手を獲得すると噂になっていましたが、やっと確定したようですね。はい、この補強は大きいですよ。今後が楽しみです。難しいシュートでしたが枠を外れます。これは見事に奪いました。さあ上げたい。このパスはカットされました。前に押し出します。ボールにはガライ。ボールパーソンからボールを受け取ってスローインに入ります。監督の指示を受けてピッチに交代選手が投入されます。これはサイドを上がれそうです。ここはパスミスになりました。ボールを失います。スルーパスが味方に通る。最高のボールが出た。キーパーファインセーブ。これを止めますか。危険な位置です。緊張感が増してきます。2点ビハインドの中、ここでシュートチャンス。よく止めましたがボールはこぼれています。まずは1点返したい。決まりました。これで1点差。残り時間で追撃できるでしょうか。厳しい状況ですが諦めていませんね。今の勢いがあれば同点に持ち込めるかもしれません。キーパーは悔しいでしょうね。触ってはいたんですが止めきれませんでしたね。素晴らしいインターセプト。いいディフェンス決まりました。前に出しました。ちょっとこれは感覚に頼って出してしまいましたか。カットされます。相手に攻める余裕を与えません。いいプレスです。ノッツダ・ギャクト。トム・ロギッチ。同点を目指して攻め立てます。ここが最後のチャンスか。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ここでゲームの終了を告げる笛が鳴りました。試合を振り返りましょう。福西さん、チームは見事に勝利を収めました。この勝利は大きいですね。ダービーマッチでは絶対に負けられないという気持ちが強いでしょうからね。
ここで勝てたことは